多分うなちゃんマン超えはね、多分ね数字的に厳しいかなっていうのが俺の予想なんだよね。ちゃんマンが今日は6500人か。厳しいな。ういっすー、スクショの神さんいらっしゃい。ういゴルゴいらっしゃい、ワドツ。なんて、明日翔さんかな。翔さんいらっしゃい、ワドツ。はい、アンドナツいらっしゃい、ワドツ。バレニオいらっしゃい、リータンリードいらっしゃい、カブニートいらっしゃい、ワドツ。どうも、こんばんは。はい、シコちゃんはコツ。もしね、オフ会来たい人いたら、オフ会ぜひ参加、してください。5月の20日土曜日、夕方の4時から新宿の歌舞伎町で、オフ会やります。参加者募集中です。会費は3500円、飲み放題プラス軽食付きです。現在10名です。うん、連絡ください。それこそバレーニョとか来てよ。ステアカワード2。リルーさんワード2。予約制となってるので、来たい人は LINE に連絡ください。LINE とかね、YouTube とか、Facebook とか Twitter とかは、プロフィールページに書いてあるので、アカウント持ってる人はぜひ、申請してください。ワード2。ユーリさんワード2。お。どうだろう、2位かな、俺の予想2位だな。たくみさんワード2。ディスワンどうだろう。あ、うなちゃんマン確定だね。ちゃんマン確定っぽいわ。ちゃんマン確定、多分2位だな俺。サファイアはワード2。サファイアちゃんワード2、多分俺2位だわ。いいじゃん、年1回ぐらい、年1回ぐらい付き合ってよ。いいじゃん、いいじゃん。うん。3万確定っぽいね。まあなあ、うなちゃんマンだからな、伝説の男。まあ勝てねえよな。お疲れ様。今日どうしたの？うん、今日って何？バスケ。いや、うなは、だって俺にとってもやっぱレジェンドだし、憧れの存在だよね。うん、3万は。まあまあ、気長にやろうよ。2位だ。2位、2位、2位確定。2位確定です。残念だね。1500差ついてるよ。1500差。さすがだわ。いや、面白いよ、やっぱり。面白いから見るんだよ。シャンマンおめでとう。ワードよ。まだまだだな。おつ。強いね。ちゃんまん1位おめでとうございます。おめでとう。ぜひちゃんまんにおめでとうって伝えてください。参りましたって、和道が参りましたって言ってるって、佐野さん参りました。これからもかっこいい配信者でいてください。強いね、ちゃんまん。さすがだよ、まあ、キャリアがね長いしね、やっぱりレジェンドって呼ばれてんだから。レジェンドですよ。3万ロムってみようかな。参りました。お見それしました。まあでもね、3万とね、1位、2位、競えるようになったのが嬉しいよね。叶わねえな。叶わねえよ、おいちゃんには。いやーでもマジで、なあ、どうしてこうかな、今後、ほんと。先が不安だよ、ほんとに。リスワンはね、閲覧のみ。で、重複閲覧はダメなの。1日1回閲覧したらもう、それ1カウント。
新規をどれだけ呼び込むかなんだよ。だ本当に配信者としての実力が問われる。アイテムも関係ない。まあ、厳密に言うとちょっと関係あるんだけど、アイテム、みんな気づいてないかもしれないけど、アイテムってお金に変わるだけじゃなくて、おすすめに乗りやすくなるんだよ。花火が一発上がると一瞬だけ上に行くんだよ。だから宣伝効果はちゃんとあるんだよ、アイテムって。今日何曜日だ？今日火曜日か。勝ってほしい。応援して。そう。だから、なんだ、ツイキャスのアイテムと結構似てるんだよね。だからみんなお金のところに目が行きがちだけどね。いやー、なんかぽっかり穴が開いたよ、僕は。今後どうしてこう。また仕切り直しだな。そう、だんだん上がってきてるよね。本当に。だんだんね、理想のレベルが上がってきてるっていうかね、ビギナーと女性入れたから、男の目主ばっかりだったんだよ。レジェンドばっかりが取ってたの。だから取りづらくなってきたんだよ。旅やめてないっすよ、サークさん。そう。配信者の層が厚くなってきてるから取りづらくなってきてんだよね、ほんと。まあ取れるっしょ。あ、ありがとう。マキちゃん、花火ありがとう。サンキュー。暑いな。あ、今日っていうか、もう全体的に暑いね。東京夏だよ。本当に暑い。梅雨まだなのにね。なんか、だんだん季節感が狂ってくるよね、なんかね。冬が長かったり、急に暑くなったり。春と秋が異様に短い気がするんだよな。マジでいろいろ考えねえとな、身の振りというかさ、あり方っていうか。マジでね、でもね、深夜中にね、幸せになろうとするんじゃなくて、泥臭くやっていいんじゃないって言われたのは、本当にそうだなって思ったよ。もう一回初心に帰ろうかなって思ってるんだよね、一回。一回初心に帰って、今のポジションを考えずにがむしゃらに配信やってみようかなと思って。まあ、捨て頃があるからね、今は。捨て頃一生懸命やろうと思ってるけど。ありがとう！翔さん、花火ありがとう！助かります。ありがとう。みんなも体調気をつけてね。うわ、すげえ眠気が来た。ぐっと。さあ、この枠終わったら、あと20分で終わりにしようか、今日は。みんなにとっては配信者ってどんな存在なんだろう。そういや、ワド、ハゲの家行ってパソコン壊されてた。これだいぶ前の話だけどね。だいぶ前の話だけど、見事に壊されたよ。すげえなって思ったね。配信者の命はパソコンを平気で壊すんだと思って。あの時はびっくりしたよ。本当にびっくりした、心の底から。マジかって思った。
YouTube で見た？懐かしいですね。もう何年前だろう。相当前だよ。お片付け配信しないとね。もうガッチャガチャだよ、部屋。多分、のんたんバーってやって、ここも穴がでかくなってるもん。ガッチャガチャ。弁償して、いやーどうだろうね。わからない。別れたよ。別れたっていうか、もう俺のこと結婚詐欺師って警察に言ってたらしいよ。もう終わりでしょ？そう言ってるってことは。まあまあまあ、いいよ。部屋も綺麗にするよ、まだ。いやいやいや、配信ずっとやってるから、携帯電話の充電切ってるからさ。いいよ。壁のシネをアルコールで消すよ。うん、普通にコメントしてたのにブロックされた、うん、でも俺も機嫌悪い時とかブロックしちゃう時とかあるよ、うん、ちょっとやりすぎたなと思ったらブロック排除したりねするけど、窓から捨てたらいい。一階だからね。家の前が汚くなるだけなんだよ。でもね、俺ね、結構ね、便所太郎さんの部屋が好きなんだよね。かっこいいなと思って。便所さんセンスあるわ。のんちゃんが何に対して怒ってるのか、のんちゃんに聞いてもらいたいかな。俺のブロックの基準、プロフィールページの一番下に書いてあるよ、全部。模様替えしようか。そうしよう。気分一転しないとね。模様替えしよう。ごちゃごちゃっつうか、今もう全部しっちゃかめっちゃかになってるから。もうボロボロ。捨てるもん捨てよ。物が多すぎる。読んできた。掃除配信はね、盛り上がらないんだよね。今結構やばいよ。見る。わお。ちょぐちょで。収納スペースがないからね。ゆっくりやるよ、ビフォーアフターで。全部捨てはしないけどね、捨てたいね。断捨離、うん、いらないものは捨てていかないと。明日の午前中やるなら仕事中裏で流しとく。何を？俺の放送？明日午前中寝てると思うよ、うん、いやーでもなんかやだね。なんかこうしこりが残るのはちょっとやだよ、やっぱり。まあいい人と出会いたいですね。寝てるだろうな、多分。もう12時間以上起きて、36時間ぐらい起きてるから、相変わらず爆睡コースだと思う。辛くないって言ったら絶対嘘だよね。うん、辛くないって言ったら絶対嘘だよ。うん、でも、過去は変えられないからね。俺は、やっぱり、配信が大事だからさ。いや、俺文鳥飼ってるんだけど、今リスナーさんに旅配信で預けてもらってんだよ。
マネージャーの匠さんが預かってくれてるの。文鳥飼ってるよ、ガリさん。彼女とその後どうなるか。どうだろうね。寂しさは残るよ。どうしてもね。これからじゃないの。ゆっくりゆっくり辛くなってくんのよ。いいよ、もう。配信に映る最後の彼女だよ。仲直りっていうか、もう2回目だからね、その配信をバンにしようとするっていうのは俺は正直無理だわ。あ、そうなんだ。釈迦かわいいよ。まあいいよ、俺にはリスナーさんがいるから。恵まれてるもん。リスナーさんがいて、彼女がいて、何がいてって、贅沢だよ。いいよ、リスナーさんがいれば。うん、ん？なんか今、LINE が鳴った？ブーって言ったよね。そうだね。リスナーが恋人だし、家族だし、友達だし、仲間だし、敵だし。うん、そうだね。まあ、しょうがないよ。うん、配信切って一人で泣くよ。ひげ伸びたな。もじゃもじゃだな、ここ。顎。すげえな。どうだろうね。うん、嫌いなところはなかったね。だからアカウントのことに以外は別に嫌いなところは一つもなかったよ。そうだね、うん、俺のやるすべてを肯定してくれる人がいたら俺はその人と一緒になるよ。俺の悪いところもいいところも全部肯定してくれるような人じゃないと無理だよ。もう少しでビンラディンだね。本当だね。ヒゲで三つ編みとか作るか。まあしょうがないよ。うん、子供じゃないから。ユダヤ人っぽい。なんかあのね、ここポッて乗せる帽子かわいいよね、あれ。ユダヤ人。まあいいじゃん。みんなが笑ってくれるならそれでさ。全部ネタだから、人生。人生全部ネタだからさ。どうだろうね。わからない。未来のことも過去のこともわかりません。その時思った本心で生きてます。え？ヒゲの生えたミスターポポ。神様強い、悟空いいやつ。免許証の年齢詐称の偽造が笑えた。女心か。うん。
女心って難しいね。今日はぐっすり寝よ。ぐっすり寝よ。風呂入っても油ギットギトだよ。ギットギト。恋愛に年齢も性別も何もないよ。国籍も肌の色も生まれも。人を好きになるのに理由なんかないよ。女の人と男の人は別の生き物だから永遠に分かり合うことはできないけどさ、分かり合おうとする姿勢が大事なんじゃない？うん、ねえ、自分のことだって分かんないのに。そうだね、部屋片付け配信やろうね。いいんだよ、こんな寝なしぐさなんだからさ。寝なしぐさの風天野郎でしょ。最近ドルさんの放送見れてないな。後悔はしないようにしてる。しても意味ないから。反省はするけどね。後悔はしても意味ない。後悔ってだって自己否定でしょ。やっちゃったもんしょうがないじゃん。反省して次に生かせばいいんじゃん。浅井さん来ないよ。うん、誘ったら来るかもしんないけど、たぶん浅井さん来たら持ってかれるからな。うん、ロハコさん誘いたいけどね。岩井じゃなくて浅井由紀子さん。おやすみ、ガリさん。俺も疲れた。寝よう。一緒に寝よう。おやすみ。持っていかれるよ。キャラクター俺より強いんだもん。みんな浅井さんに大興奮だよ。スーパーアイドルだから。ああ、実はね、これ心地いいなと思ったのは、自分が好きなね、ドラムのテンポなんだよね。この BPM っていうテンポも好きだし。そう。すごい完璧にかっこいいんだよね。邪魔な音がないっていうか。爽やかだし、ゆっくりだし、落ち着けるし、喋りやすいし。早いテンポだとね、喋るの疲れちゃうんだけど、これだとね、ゆっくり、マラソンっていうか、なんか深呼吸っていうのかな。4時間配信とかするときにね、スーって流せるんだよね。マチルダありがとう。まったりできるしね。でも、まあ、アップテンポで喋ってても雰囲気壊さないし。だから、うなちゃんまの BGM が一番すげえ選曲いいなと思ってたけど、これは結構神曲だね。ハマったね。自分の中で。これだって思った。
また LINE 来たかな。あ、みんな、再度、最後になるんだけど、LINE ブロックいっぱいされちゃったんで、僕に LINE 送ってた人は、ぜひ、コメント、リスナー名書いてください。LINE で送って、リスナー誰々だよ、とか。あと、リアと通用してくれる人は、住んでるエリアとかも書いてくれると嬉しいですね。ねえ、その自分の声のトーンとね、合ってるんだよね。自分が高い声のトーンだから、低いドラムの音と、すごい合ってる。LINE 送ってる？ありがとう、ゆかね。じゃあ、そろそろ寝ます。みんなおやすみ。ありがとう。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。